今回は女性があなたに会いたくなるモテ行動についてやっていきます。モテる男性ってどうせイケメンでしょとか、結局お金出しようってよく言いますよね。あなたはそんな風に決めつけてませんか？実はそうじゃないんです。イケメンじゃなくても女性にモテる男性というのは一定数存在します。肝心なのは外見ではなく中身や会話、振る舞いです。男性のルックスより性格を重視する女性は世の中たくさんいます。イケメンではない男性でも結婚できていたり彼女がいたりするのはそういうことなんです。では実際女性にモテるようにどのように行動すればいいのでしょうか。それには女性へ好印象を与えることです。この動画では男性のどのような行動が好印象になるのかご紹介していきます。まずは基本的なことですが、一つ目は紳士的な気遣いです。やっぱりこれですね。モテる男性はレディーファーストを心がけています。どうですか？やってますか？車道側を歩いたり、歩くスピードを相手に合わせる、ソファー席を譲るといったように、女性に対して自然な気遣いができる人とできない人がいます。こういう些細なことで差ができてくるんですね。何とも思っていなかった人でもこういう行動があると女性は意識してしまいます。どんなことをすれば相手が喜ぶのかを考えて行動してみましょう。女性はさりげない気遣いができる男性に魅力を感じるものです。また女性はあなたが自分以外の人と接している時も見ているかもしれません。意中の女性だけでなく、誰に対しても日頃からさりげない気遣いをするように心がけて行動しましょう。2つ目は共感力マックスです。モテる男性は女性の愚痴や悩みに優しく寄り添って話をじっくり聞きます。ただ話したいだけの愚痴に上から目線でアドバイスしたり、話を途中でやめて自分の話にすり替えてしまったりするのはよくありませんよね。まあ、この動画を見ている方はそんなことはしていないと思います。愚痴や相談には反論やアドバイスをせず、共感してあげることが最も大切です。あ、俺もそう思うよ、わかるとか、まるで自分のことのように共感してあげれば女性はつい心を開いてしまいます。しかし一緒になって愚痴や悪口を言うのはよくありません。愚痴や悪口を言ってしまうとあなたの印象が悪くなります。とにかくあなたの持っている最大限の共感力を発揮して相槌を打つことに集中してください。また相槌のバリエーションが豊富だと効果的です。え、そうなの？それでどうしたの？と会話を盛り上げたり、それは辛かったね、大変だったね、頑張ったんだねと同調してあげたり、相槌のバリエーションを増やして相手の女性を満足させてあげましょう。3つ目は相手のいいところをすぐ見つけるということです。モテる男性は人のいいところを見つけるのがすごく上手です。そしていいところを見つけたら相手にきちんと伝えることもできます。自分のいいところを言ってもらえたり褒められたりすると誰だって嬉しくなりますよね。あなたも嬉しくなりませんか？女性だったらついキュンとしてしまうのではないでしょうか。そんな男性に会いたいと思うのは当然ですよね。女性にモテる男性は自然にこのような行動を取ることができるんです。褒め上手な男性は確実にモテる男性だと言えるでしょう。ただし女性の身体的なことを褒めるのはセクハラになりかねないので注意が必要です。褒めるなら服のセンスとか性格、仕事、行動などを褒めるといいでしょう。あなたもぜひ好きな女性のいいところをたくさん見つけて褒め上手な男性になってください。これも練習で普段からやってるとすぐ出てくるようになりますよ。4つ目は LINE の返信がマメということです。モテる男性は LINE でも相手の心をつかみます。たとえ忙しい時でも放置や適当な返事はせず、話を広げやすいように気遣います。時にはスタンプや絵文字を使って普段とのギャップを見せるなど、離れていても LINE でワクワクさせることができるんです。ただし返事を催促したりデートを急かすようなメッセージはうざいと思われ敬遠されてしまう場合があります。例えば次いつ空いてる、空いてる日分かったら連絡してご飯早く行こうよといった内容ではがっついているように思われてしまいます。余裕のない男性はモテません。相手があなたに会いたくなってくれるまでは LINE でも聞き役に徹して、話題がなければ相手について質問をしてみてください。5つ目は時には弱みを見せるということです。仕事や人間関係の悩み、コンプレックスなどを打ち明けることで相手との心の距離を近づけることができます。
他の女性には言えないような身の上話をすることは、もっと自分を知ってほしいというアピールになります。弱みを見せられた女性はあなたに親近感を覚えて、だんだんとあなたのことが気になるようになってきます。ただし、一方的に自分の話ばかりするのはよくありません。相手の話をじっくり聞いてあげた後に、実は僕も悩んでることがあってと切り出すのがいいでしょう。またこの時に誰かの悪口やただの愚痴になってしまわないように注意しましょう。6つ目は笑顔で親しみを感じさせるということです。基本ですが、モテる男の条件はやっぱり笑顔です。これは女性も同じですが、冷たい表情のイケメンよりも容姿は良くなくても気さくな笑顔の男性の方がモテる場合があります。要するに親しみやすさが大切なんです。親しみやすさを感じさせるには、常に口角を上げて笑顔を心がけることです。笑顔には相手を拒絶せず受け入れてくれるイメージがあります。人はそういったイメージの相手にはやっぱり好感を持つものなんです。あなたもぜひ今日から常に笑顔を心がけて、女性からの好感度を爆上げさせてください。7つ目は滑舌よくゆっくり喋るということです。オックスフォード大学の2030年に必要とされるスキルという論文では、滑舌は19位にランクインしていました。私もちょっと滑舌悪いんでこれ問題なんですけど、モテる男性の話し方は聞き取りやすくて、頭の中にスッと入ってきやすいものです。話すスピードはゆっくりと大きめの声でハキハキと喋りましょう。ハキハキ喋ることで明るくて自信がある人だと思われて、女性から好印象に思われます。逆にボソボソ喋ると自信がない人に見えて、印象も良くありません。話し方一つでも女性に与える印象は大きく変わるので、気をつけてみてください。ハキハキと喋るのが苦手な人は、口を大きく開けて発声練習や滑舌練習をするといいみたいです。8つ目は喜怒哀楽をはっきり出すということです。喜怒哀楽がはっきりしている男性は女性にめちゃくちゃモテます。例えば普段笑っているところを見たことがないようなクールな男性が、ここぞという時に顔をくしゃくしゃにして大笑いする姿を見たら、女性はギャップを感じてキュンとするものです。モテる男性は感情を思いっきり出す人が多く、自分が面白いと思ったら笑う、悲しいと思ったら悲しい顔をすると、とてもシンプルです。無表情でリアクションが薄い人よりも、そういった男性の方がモテるのは当然です。9つ目は相手と自分の共通点を見つけるということです。人は自分と共通点が多い人に対して親しみを覚えるものです。モテる男性は相手との共通点を見つけるのが得意です。口説きたい女性がいたら、まずは共通点を見つけて、会話のきっかけや2人で出かけるきっかけにしている人も多いです。共通点は出身地、学歴、趣味、好きな食べ物、行きたい場所など、何でもいいです。初めて会った時に最低2から3個見つけられれば、 LINE での会話や次会った時の話のネタとして使えますよね。会話が弾めば女性は楽しいと感じて、あなたにもっと会いたいと思うはずです。いかがでしたでしょうか。モテる男性は外見だけでなく、行動にもいろいろと気を使っているんですね。あなたもこれらのことを実践すれば、女性からもっと会いたいと引っ張りだこになるはずです。ぜひとも実行してみてくださいね。